ドラとかね、なんか懐かしいんだよな、ほんと、トライ G みたい。ここにそう、クエストカウンターがあって、で、ここにおっさんが座ってて、プエーうぅーっていうね、言うのを大体20秒に1回ぐらいそう、のスパンでこう言うっていう。やばかった、ほんとあれ。もう一つね、やばいのが、このね、どっから出したのかわかんない、このコップ。お前もうそれどっから出してんの？すごいよ。ちょいっと出して、笑えよベジータ。すんごいもう左手、肘になんかギアみたいなのついてるけど、いろいろおかしいぜ。ビールふっかけていくぜ。ビールふっかかってる状態で、あ、間違えた。今回行くのはあれですね。ワールドのイベントネルギガンテです。これハンマーあったんで行ってきます。ちなみに、ネルギガンテはクソ苦手です。いつもみたいにはサクサクいかないと思います。これさっき気づいたんですけど、これドアップにできたりするんですね、マップ。そう、ドアップにして見つけたすんごいいいものがこの子。これ。もうこれカッパですよね。この草みたいなの頭に乗っけてんのが葉っぱで、もう黄色い口。うっはつってるんですよ、きっと。すげえな、カッパも笑ってるか。笑っていこうぜ。さあ、つうわけで、タッチ、ハンマー、ガンス、スラーク、弓ってありますけど、今回はあのガンランス使っていきます。バゼルブラスター1ってことで、ガード性能3、能刀術、防御、匠、非属性攻撃強化って感じですね。そう、動画初のガンランスです。はい、とかっていう嘘をつきまして、ハンマーやっぱ背負っていきます。ちなみにエイプリルフール過ぎてるんで、ただの嘘ですね、今の。あのハンマーなんですけど、これね、切れ味と会心率がなんか終わってるもん。隣がすごくいいんだよな。なんですけど、あのスキルがハンマーね、すごく良くて、特攻、集中、ランナー、爆破強化、このシーンっていう。そうだから切れ味悪いんだけど、スキルで許してねみたいな、そういう感じですよね。もう許してやるぜ。でもな、あの白ゲージ、太刀の白ゲージはほんと隣の庭が青く見える、大変青く見える。そういえばあの青信号ってありますけど、あれ絶対緑信号ですよね。俺あのもう幼稚園の頃からこれずっと言い続けてるんですけど、まあ言い続けてるってほどそんなくどくど言ってないですけど、それはほんと誰がどう見てもね、あのほんと緑信号だよねっていう。すみません、あの方向回避の時はね、黙っちゃう。あのね、あのモンスターの声とかなんか集中しないと避けられないんですよね。ほんと難しいわ。まあ、そしてあの接近武器でこのあの突進ってほんと接近殺しもいいとこで、避けようがないんですよね、接近してるから。あれはね、ほんとどう避ければいいのかって。これ何回やってきてんですか。見てくださいね、クラス外であなたみたいにそういうしつこいやつがいると嫌われますよ。ほんとにその距離でジャンプする意味がないと思う。ひるみスタン来ないかな、まだ実はまだか。なんかマルチ仕様だったっけな、すごく高いんですよね、スタンチとかが。闘技場のモンスターはなんか俺食らいすぎだな。あかんあかん、避けまして、さあせーの、ひるみあ来ないなら、フレーム回避。ほんと闘技場のこの難しいとこは火力がいつものクエストほどないから、なんだろうね、モンスターをひるませられないんですよね、あんまり。だから攻撃食らうリスクもあるんだけれども、うまくやっていくのが難しいところですね。 What? なんでそんなわけのわかめなとこでひるんだんすか、あなたは。ほんともう昔からあるけど、そのハンマーの振り上げでひるんだりさ、いい加減にして、いい加減にしてくださいよ。大体女の先生はね、あのふざけた男子生徒ね、いい加減にしてって言いますよね。クラス外でね、皆さんはね、どんな先生になったのか、とかって言いますよね。あの大体全校朝礼であのクラス外が決まるんですけど、あれで何年何組この先生とかっていうのが決まって、嫌な先生だと大体っていうのが。だって俺が小4の時は、小3の時と小4の時と同じ先生だったんですけど、すんごい嫌な先生で、全校朝礼で決まった時に、って言いまくってましたね。
そう ふざけてですけど、そのずっと言ってようぜみたいなので言いまくってましたね。あ、これトゲ生えてないんで大丈夫大丈夫。豚さん方向回避、やっぱ黙っちゃうな方向回避の時は。ひるむか、大丈夫。ここ一発だけ当てておいて、次でね確実にこいつダウンするんで、そしたらあれあれしていきましょうか。まだピッケル攻撃ね、あなたもそれを待ち望んでいることでしょう。そろそろ本気入ってもいいと思うんですけど、ネルギガンテの難しいとこ本気攻撃の戦い方なんですね。安定させるのが本当に難しい。はい、接近殺し接近殺し接近殺し18金だぜマジでその技。あれ本気どうした、お前そろそろ本気になるっしょ。まだせーの、もう一回ダウンするか。そっか、ダウン好きだね。ちなみに閣下撃発マグフロガっていう今回武器なんですけれど、これ閣下撃発ってトライジーのあのイベントクエストのまた黙っちゃったっすあれでありましたね、あの自演も。あ、What? え、今どこにあった。え、ねえお前今トゲ生えてなかったじゃん頭から。何行動中にトゲ生やしてんだよ。え、飲みましょうよハンターさん。びっくりした、飛躍連打してんのに何もしてねえから、こいつ死にたがり屋かと単純にね思いましたけど今。スタンプそろそろねダウンしてもいいと思うんですけど、ほんと本気攻撃はねダウン回数が一気に減るんですよね。体勢が上がるのか分かんないけど、ほんとダウンしなくなる。でここもねすごい運なんですよね。普通のクエストだったらあの反撃される前にとかなんとかできるんですけれど、火力が足りないから難しいんだよな。えいや、しかしさっきの本と攻撃はどこに当たったらあんな64とかでなる。痛い痛い、やばい、方向来るな、俺が先。よーし、よーしよ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 し、方向かーし。あーあーらーらーのーどこにやっとるなんかなそれ。俺こっちで待ってよ。あと飛びすぎじゃねえ翼生えてるのお前レッドブルか。あれだよね、翼生えてんのにこの檻の中に閉じ込められてるふりをし続けるのが本当わけわかんないですね。俺がもしモンスターだったら逃げてますね。自由の翼を生やして逃げてますね。なんかバズが言ってたよね、無限の空手ダーマーみそ漬けたかんボリボリ鼻くそもらめてボーリング。さあ2345で終わるか。全然終わんないね、まだな気がするぞ。What's this? そこ当たりませんね。これものすごく嫌な気がする。大丈夫だった、あれね手になんかあれが生えてたらやばいんですよね。ドワーンってなる、一気に爆発するような。さあどう来るかな、また回り込むか、また飛びかかりか。飛びかかりだったら当てておきまして、やっぱ俺本気イコーグのなネルギガンテの安全な立ち回り方がまだわかんないな。それまでは結構ねこの白いトゲが攻撃すると結構溶けるんですね。だいたい力ダメ3回やると溶けるんで、そうそれが分かってると危険なところでもホームランゴリ寄せたりできるんですけど、そう一気に強くなるよな本気イコーグ。難しい、そして突進殺しのあれ本当おかしいと思う、もうやめてっていうねえ、わけが分かりません。ああそう、ちなみにね閣下撃発の話で終わりましたけど、そうあれきつかったね本当に。2で始まって E で終わる言葉でしたからねあのクエストはね。爪楊枝欲しいっていうことなんですけどね。あつが俺もうねやばい、電車乗らないといけない時間なんで、今回は、この辺で終わりにしたいと思います。7分で駅までダッシュできます。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。やばいやばい、急げ急げ急げ。急げ急げ急げ。